14位の藤枝と10位の福島の一戦です。両チームの勝ち点差はわずかに2というゲームでした。立ち上がりビッグチャンスを作ったのは福島でした。田村の突破から橋本のシュート、しかしここはゴールキーパー藤枝の杉本に阻まれました。33分、先制点の場面です。ここを冷静に右足振り抜いていったのは福島の若さです。若さ大卒ルーキー J 初ゴールが決まりまして福島が先制しました。なかなか崩すという展開は少なかったんですが、このセットプレー1本で先制点を奪いました。一方の藤枝、45分です。ここの水野のクロスボールに大竹、大竹の今シーズン3ゴール目の同点弾が決まって、前半のうちに藤枝が追いつきました。そして後半です。後半は一進一退の攻防。このニウドのシュートは杉本のファインセーブ。杉本が立ちはだかります。76分です。福島はここ橋本からの、最後は池田が冷静にかわしてシュートを決めました。池田正樹の2試合連続ゴールが決まって福島が勝ち越しに成功します。19歳の池田、この若きストライカーが2試合連続となるゴールを挙げました。そして85分です。藤枝はこのプレーで出岡が一発レッド、1人少ない状況、1点追いかける藤枝でしたが、このレッドカードも響きました。追いつくことはできず連敗ということ。